で俺って結構こう、まあ、ビビりとかさ、よーなんかあったらもうすぐびっくりするみたいな、まあ、一緒にずっといたらもうめちゃくちゃビビりですよこいつ。もう8年も、まあ、もうはいはい、そうこういう感じ、ほらこれもう本当にこれもう多分こいつがその上手いんですよ俺こういうそのビビりの人間やから、そのおっくんすごい損してるよってその人に言われたことがあって、うん、でそれがその一回ファッてこうびっくりすることで、うん、あの体 の, そのビタミン C が 500mg 失われるらしい。一回 500mg 多いの。全然俺やられて全然びっくりしてる。違う違う、お前はそうやねんけど、俺みたいなやつはもう1回こうやってビビっただけでレモン5個分そんななくなるの、ビタミン C。 せやで1回でこれ、これほんで1日に人間がせあのこう生成できるビタミン C は 100mg やね、自然に。じゃあお前10日分もうやばいやばい、終わり。例えばお化け屋敷とかさ、おうおう富士急のもうな戦慄迷館とかそんなもん行ってもったら終わり。もうめちゃめちゃビビるからさ、もう入り口から出口まで、はっはってなるから、多分計10回ぐらいビビってるから、5000はいってるから、俺。っていうことはもうレモン50個いってる。やばい。で、その後に、俺は吸わんねんけど、タバコ吸う人は、1本吸うたら 100mg。だから、ビタミン C が。そう、ビタミン C100 ミリグラムなくなるから、それでビビった後に、はぁ、で、タバコ吸ってもた終わり、まただからまた、またそれでもうストレスたまそう、ビタミン C がもう、そんな大量に失われて。え、でもビタミン C って体に必要じゃないの。必要よ、だからもう失われんのよ、もうそれ、ビビるだけで。だから、俺とかストレスでさ、あの、口の中、よう口内炎できんねん。うんうん、俺そう、ようよう考えたら俺、多分ビビらされてるからな、かなビタミン C そうが、足りてへんそうがそうはぁ、そうだからお化け屋敷出た後にさ、はぁってこうちょっとげっそりしたりするやん。はぁ、ちょっと痩せたんちゃうかなみたいな。それは多分その驚いてビタミン C がもう失われてるから。そう、そうそう。だからお化け屋敷の前にドラッグストアとかあったらさ、すげえ儲かるんちゃう。あーね、うん、あのビタミン C のドリンクとかさ、先に補充していくか、そういや後の方がいいんじゃない。終わってから、うん、でも先に補充してもいいよ。あ、まあまあね。そうやな、とんでもなくない。